大阪県幸福祉短期大学は大阪府堺市南区高倉大一の二の一に本部を置く日本の私立大学である。2002年に設置された大学の略称は県副短大。学校法人緑学園の運営により2002年大阪府堺市堺区内に設置された日本の私立短期大学。当初は介護福祉学科のみ設置されていたが、 子ども福祉学科が設置されに学科体制となっている。2014年より、養保特例講座が開講した。2016年より、養保特例講座は、幼稚園免許の講座のみ実施となる。2018年に、島根県松江市に保育、幼児教育学科を開設したことから、島根県の私立短期大学としての役割も果たす、ことになっている。2016年4月より、 堺市、堺東、大鳥キャンパスへ移転。保育、幼児教育学科、2018年より、同年秋に、旧来のアクイール壁の迎賓館の建物を再利用して短期大学キャンパスとなった。北緯35度28分47.8秒、統計133度04分16.8秒。 北緯35.479944度統計133.071333度35.479944133.071333 13介護福祉学科ありがとうございます